こんにちは、粟田洋介です。今日は色鉛筆で絵を描いていきます。で、テクニックなんですけど、私は普通の鉛筆で描くような感じで描いています。ただ色がいっぱいあるので、2色以上の色を重ねて塗ることができるので、そこが普通の鉛筆と違うところですね。私はまあテクニックとかあんまり考えないで描いてるんですけど、まあ鉛筆を立てて描く、寝かせて描く、あとはグラデーションをつけるとか、あとは重ねて塗る。で、今日はその4つのテクニックを絵を描きながら説明したいと思います。私はだいたい描き始めは鉛筆を立てて、だいたいの絵のアイデアを描いていきます。でもこれは今の私の作風に合った描き方で、写実画を描いていた時は最初から鉛筆を寝せて描いていました。今度は鉛筆を寝かせて描いていますが、広い範囲で色を塗るときに早く塗ることができます。それからグラデーションもつけやすくなります。鉛筆を立ててもグラデーションをつけることができます。グラデーションをつけるときは、濃い部分と薄い部分を描くというだけです。その濃さの加減を徐々につけていくとグラデーションになります。で、すごく濃く塗りたい部分は、私は鉛筆をある程度立てて塗ります。寝かせて力を入れて描くと鉛筆の芯が折れてしまうことがあります。で、重ね塗りなんですけど、私がよくやるのは、こうやってグラデーションをつけた上、グラデーションついてなくてもいいんですけど、薄く塗った上に別の色を重ねて塗ります。濃く塗った後から上に塗ろうとするとなかなか塗れないんですけど、それでも塗ることができて、また違った感じの仕上がりになります。昔はよくその方法で描いてたんですけど、手が疲れるので、今は薄く塗って上からまた塗るっていう感じの描き方をしています。この色鉛筆、いろんな種類があると思うんですけど、私が使っているのは、まあ普通の色鉛筆、それからこの水彩色鉛筆というものを使っています。で、今日使うのは普通の色鉛筆です。で、色鉛筆も安いものから高いものまであります。安い色鉛筆でもすごい美しい色で描くことができます。いい色鉛筆の基準っていろいろあるかもしれないんですけど、私のいい色鉛筆の基準は、僕はね、柔らかいってこと、安い、濃い色が軽い力で出せるってことですね。安い硬い色鉛筆でゴシ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 描いてると手が疲れてきます。まあ美しい色は出るんですけど、柔らかい色鉛筆だとすごく色が濃く出るので、私は柔らかい鉛筆がいいなと思います。まあ私はあるもの何でも使うので、安い色鉛筆も使っています。で、メーカーなんですけど、ほんといろいろあって、何が一番いいかわからないんですけど、私が使っているのは、コルベインっていう日本の色鉛筆と、プリズマカラーっていうアメリカの色鉛筆です。コルベインは日本の画材屋さんでよく売っているので、たまたまそれを買ったって感じで、バラ売りで結構綺麗な色を買ったりしています。で、プリズマカラーはアメリカに住んでいた時に画材屋さんで見つけて買いました。日本でもインターネットで買えるみたいなんで、そのうち私も注文しようと思っています。まあ、どっちがいい悪いって言いたくないんですけど、プリズマカラーはすっごく柔らかくて、すごい気に入っています。
絵の具と色鉛筆どっちがいいかなってとこなんですけど、私はもうどっちがいいとか悪いとか思ってなくて、どっちもいいものだと思うので、私は絵の具も色鉛筆も両方使っています。絵が完成しました。タイトルは TO2 です。大気汚染とか温暖化とかそういう深刻な問題がなくなるといいなと思っているので、こういう絵になってしまいましたが、さっき色鉛筆と絵の具の話したんですけど、どっちも違う特色があって、私はいくつかの画材を使ってるんですけど、使ってるうちにそれぞれの特色を見つけて、私自身はいろいろ使うことによって表現方法が広がるので、いくつかの画材を使っていますが、人それぞれなので、使いたい画材を使って使いたくない画材は使わなきゃいいと思っています。一つの画材ね、こだわって使うことも素晴らしいと思うし、どっちでもいいと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。